皆さん、今日は持ち物について勉強しましょう。じゃあ、最初に、の、勉強します。削り、鉛筆削りです。これは、鉛筆削りです。のり、のりです。これは、のりです。ボールペン、ボールペンです。これはボールペンです。教科書、教科書です。これは教科書です。ハサミ、ハサミです。これはハサミです。ノート、ノートです。これはノートです。定規、定規です。これは定規です。辞書、辞書です。これは辞書です。穴開けパンチ、穴開けパンチです。これは穴開けパンチです。ファッチキス、ファッチキスです。これはファッチキスです。鉛筆、鉛筆です。これは鉛筆です。消しゴム、消しゴムです。これは消しゴムです。セロテープ、セロテープです。これはセロテープです。時計、時計です。これは時計です。筆箱、筆箱です。これは筆箱です。携帯、携帯です。これは携帯です。修正テープ、修正テープです。これは修正テープです。カバン、カバンです。これはカバンです。カッター、カッターです。これはカッターです。USB メモリ、USB メモリです。これは USB メモリです。これはカッターです。これは USB メモリです。これは私のカッターです。これは私のカバンです。これは私の携帯です。これは何ですか？それは携帯です。これは何ですか？それは筆箱です。これはあなたの携帯ですか？いいえ、違います。これはあなたの筆箱ですか？はい、そうです。ありがとうございます。